どうも、アマーチンです。ご主人様です。ついにキャンペーン最終ミッション、聖地エルサレムの奪還です。クリア条件は目標地点への到達、15日以内での達成が必要です。15日とはなんとも短いのです。前回のミッションだってもう少し余裕があったのよ。本当にそんな短期間で達成できるのかと思っても不安なのよ。まあ前回のミッションは簡単すぎて期間を意識する必要もありませんでしたし、最終ミッションなので少しは難易度を上げておくか、ということなのではないでしょうか。まあ前のミッション楽勝のご主人様ならなんとかなるのです。それじゃあ、行ってみよう。それでは恒例のマップ確認です。目的地までには細かく城壁が張り巡らされています。敵兵士の数も多く、突破には時間がかかりそうです。効率的なルートを選択して進軍する必要があります。さすがに厳重な防衛なのです。でも前回のミッションもうまくいったし、とにかくやってみるのです。無理。絶対無理。主に時間が足りない。主に戦力が足りない。主に全てが足りない。こんなの無理ゲーなのよ。もう帰る。ご主人様を家に帰る。まあそう言わずに。無理なものは無理。大体何なのよこのマップ。戦力が少ないので慎重に行けば時間が足りない。期間が短いので急げば戦力不足で壁を突破できない。無理なものは無理、以上。期間が短いのでこれまでのようにカタパルトを量産できません。アサシンで城門を開こうにも急兵に狙撃されてしまいます。確かに厳しいミッションです。目標手前まではなんとかたどり着けるのよ。でもその頃にはカタパルトもアサシンも全滅してるのよ。残ったシミター兵で城門を破ろうにも時間がかかりすぎて時間切れなのよ。こんなのどうすればいいっていうのよ。期間が短いのでこれまでのような物量作戦も使えません。各兵科をバランスよく活用することが必要でしょう。とにかくもう一度チャレンジしましょう。これが最後よ。これでダメならご主人様を家に帰る。絶対帰るの。それでは改めてミッション開始です。進軍には接敵の少ない大回りのルートを選択します。壁と城門はどうするの？城壁はカタパルトで破壊、城門はアサシンで開きます。カタパルトでの攻撃は破壊までに時間がかかります。ですので壁の破壊は最小限にとどめ、アサシンで城門を開くことで時間を稼ぐのです。大回りのルートでは最低3箇所の城壁、または城門の突破が必要です。最初と最後の城門はアサシンで開きます。途中1箇所についてはカタパルトで城壁を破壊します。各城門の警備は厚いので、これにより戦力の損耗を抑えます。そして今回肝となるのがマントレットです。アサシンが城門を開けるには周辺の敵を排除する必要があります。これは主に旧兵の役目ですが、最後の城門まで旧兵の数を維持しなければなりません。ですが敵の数も多いので、下手に旧兵の数を揃えても最後の城門までに大半がやられてしまうでしょう。そこでマントレットで敵の攻撃を受け止め、旧兵の損耗を抑えつつ進軍するのです。今回は時間の都合上内政を行う余地はありません。なので初めから税率を上げ、あらかじめ資金を確保しておきましょう。資金は主に旧兵とマントレットの補充、そしてアサシンの雇用に使います。まずはシミター兵と旧兵で敵を排除しつつ、最初の城門を目指しましょう。途中に配置された旧兵は遠距離攻撃で丁寧に排除してください。残しておくと後続部隊の受ける被害が馬鹿にできません。前衛部隊の進軍に合わせて後続部隊を前に進めることも忘れなく。特にカタパルトは速度が遅いので、カタパルト待ちで進軍が止まらないように注意してください。他の兵科は使わなくてよいの。ササン長騎士や旋風デルビッシュは攻城戦には向いていません。彼らにはミッション後半で主におとりとして活躍してもらいます。ですので今のところは数を減らさぬように進軍させるだけで十分です。カタパルトも今回は城壁を一つ破るだけなので追加は不要です。選択と集中なのね。その通りです。旧兵を守るマントレットは壊れたら即補充するようにしてください。このミッションでは旧兵の数が進軍速度に影響しますので、とにかく数を維持することが大変重要です。マントレットで守ってもある程度の被害は避けられませんので、旧兵も随時補充するように心がけてください。最初の城門の敵を排除しました。アサシンで城門を開きましょう。ここまではうまくいくのです。でも問題はこの先なのよ。歩兵の数も多くなるし、足止めされる間に城壁から矢で撃たれ放題なのよ。この先は敵の旧兵を排除することが大事です。こちらの旧兵を守るためにマントレットを補充しておきましょう。旧兵も可能な限り増やしておきたいですね。アサシンが敵の城門に到着したのよ。
城門が開いたらまずはシミター兵を先行させましょう。シミター兵に敵を引きつけた後、旧兵とマントレットを先に進めます。旧兵で城壁に配置された敵の旧兵を排除するのです。カタパルトや残りの兵士を進めるのはその後です。城門が開いたのよ。早速シミター兵は城門を通過するのです。城門の先には騎士が2名。敵の資金を接収するついでにシミター兵に相手をさせましょう。シミター兵が接敵した後に旧兵を前に進めましょう。シミター兵城門を通過します。見たびあったな我が主の仇よ。なんであいつが十字軍にいるのよ。今日こそは逃がすまいぞ。このそのあたりの露店でおっさんから買った用途腰の完売、ガキ様の血を欲しておるわ。美味しそう。今宵の腰の完売は血に飢えている。ふふふ、またつまらぬものを切ってしまった。旧兵とマントレット、城門を通過します。通過した後は城壁の旧兵に対する攻撃を開始します。シミター兵は放っておくと敵に突っ込みますので後方に待機するよう指示してください。ストップ、ストップ、どうぞ。旧兵が前進すると敵の歩兵がこちらに向かってきます。タイミングを見てシミター兵で迎え撃ちましょう。数は多いですが長歩兵だけなのでシミター兵の敵ではありません。そして城壁の旧兵が片付いたら残りの兵士を前に進めてください。次の目標は城門からまっすぐ東に進んだ先の城壁です。ここをカタパルトで破壊して城壁内部に侵入します。監視塔からの狙撃を避けるため画面の上端を移動してください。シミター兵が敵の歩兵と戦闘に入ったのよ。思ったより歩兵の数が多くてシミター兵だけでは抑えきれないのよ。取りこぼした敵は旧兵で仕留めましょう。あの数なら対応できるでしょう。それよりまたシミター兵が敵に突っ込んでいるのでこちらに戻しましょう。ちょっと、そっち行っちゃダメなのよ。バックオーライ、バーックオーライ。近くの旧兵はあらかた排除しました。次はカタパルトで東側の城壁を破壊します。破壊後速やかに城壁内部に侵入できるように準備してください。旧兵とマントレットもここで補充しておきましょう。城壁が破壊されました。すべての兵士を城壁内部に移動させましょう。まだ時間に余裕がありますので、補充した兵士が到着するまで待ち、体勢を整えて最後の城門に向けて進軍を開始しましょう。準備完了です。これより最後の進軍を開始します。これまで通りシミター兵を先に進めます。旧兵とマントレットはその後に続き城壁の旧兵に対して攻撃を加えます。シミター兵は敵の歩兵を引きつけつつ前線を押し上げます。さあ総攻撃なのよ。総攻撃。良いタイミングで味方の増援が到着しました。足の速い旧兵は合流させて残りは後衛に回して進軍を続けましょう。城門は目の前です。アサシンも旧兵も残っているし、これまでで一番いい感じなのよ。マントレットが有効に機能しました。これならば残る城壁の旧兵も倒すことができるでしょう。温存していた旋風デルビーシュを投入して敵を引きつけます。後ろから騎士が攻めてきたのよ。そちらにはササン長騎士で対応します。このままシミター兵とデルビーシュで城壁内の敵を一掃しましょう。残るは城壁に配置された兵士だけです。まずは旧兵を排除します。頃合いを見計らってアサシンに城門を開かせます。城門が開いたらシミター兵で突撃して目標地点を目指しましょう。城壁の騎士が移動を始めました。チャンスです。アサシンを城門に送り込みましょう。騎士はこちらに降りてくるようですが移動速度が遅いです。騎士がこちらに到着する前に城門を開くことができればこちらの勝ちです。
突入に備えて城門前にシミター兵を集めておきましょう。さあいよいよクライマックスなのよ。アサシンが城門に到着しました。オープンセサミ、オープンセサミ。城門、開きました。ゴー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 。うおおお、勝った、勝ったのよ。ミッションクリアおめでとうございます。ほんと今回のミッションは苦労したのよ。正直もうダメかと思ったのです。さすが最終ミッションといったところでしょうか。そして全キャンペーンミッションクリアです。いやー、長かったのです。でも、最高難易度でも何度か繰り返せばクリアできる実感があったのよ。RTS 初心者向けの作品でしたね。機会があればシリーズの別作品にも挑戦しましょう。ご視聴ありがとうございました。